無党州寺院、千住院がチョヤの鐘をやめた理由がネットで話題。内容はこちら。曹洞宗寺院、千住院の住職が除夜の鐘をやめた理由を語ったようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。間もなく迎える大晦日でも、不寛容の声が鳴り響く。東京、小金井市にある曹洞宗の寺院、千住院は、除夜の鐘を5年前からやめたそうだ。住職は、やめた理由をこう語る。近隣の方から苦情が来て、裁判所で調停が開かれたのですが、100万円かかる防音パネルを設置しなくてはならなくなりました。音が遠くまで聞こえなくなるし不自然なので、今年も鳴らすことはありません。こんなに悲しいことがありますかい？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。寂しいな。日本じゃなくなってゆくな。日本の誇れる除夜の鐘にクレームってあんまりですよね。寂しすぎます。次はこちら。日本を渡、本当に日本を渡ですよ。次はこちら。除夜の鐘さえ聞けないこんな世の中じゃ、除夜の鐘は今後も日本人で守っていかなければいけません。最後はこちら。子供の声がうるさいの次は除夜の鐘がうるさいか。こいつらが耳栓つけて生活した方が世の中平和ちゃう。何でもかんでもクレームの世の中、すみすぎてるでしょ。結論、もうすぐお正月です。除夜の鐘を聞けない日本って皆さんはどう思います？多様化社会は仕方のないことですが、守るべき伝統は守っていく、それが当然じゃないのですかい？日本が日本でなくなっていく、こんな悲しいことはありません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。